はい、皆さん、What's up、ワッパー翔太でございます。皆さん、ついに帰ってまいりました。日本でございます。今回も長旅でしたね。まあ、ラスト、去年の12月から出て、まあ、1ヶ月日本に帰ってきたんですけど、約7、8ヶ月、海外で生活したということで、はぁ、今回も楽しかったですね。いい旅でございました。で、まあ、旅中に一番質問が多かったのが、このですね、バッパー翔太が持ち歩いてる2つの荷物の中身って一体どうなのみたいな、そんな動画上げてくださいっていう声が多かったんですけど、なかなか時間がバタバタしてまして上げれなかったんですけど、まあ今回日本にね1ヶ月休暇と仕事で帰ってきたということで、帰りたてのほやほやのバッパー翔太のカバンの中身、いやみんな興味ないでしょ、大したもん入ってないもんね、そんな感じでシェアしていきたいなと思います。はい、ということで皆さん、僕のお荷物の前にですね、今回はブルエティさんが動画提供してくれたっていうことで案件でございます。少し紹介させてください。で、まあ、このブルエティのポータブル電源なんですけど、僕は2年前日本一周キャンピングカーしてた時なんかやったら、もうほんまもう比べ物にならんぐらい進化してますよね。まあ容量が 1152Wh ということで、僕らが使ってた時よりもう2倍ぐらいになってます。で、そのね、一番すごいのが出力が 1800Wh ということで、最大しかも2700ということで、まあ、僕らキャンピングカーしてた時とかやったら使うもんです、かなり規制されてたんですけど、まあ、このポータブル電源はもうレンジも使えるしドライヤーも使えるし全然余裕ですね。すごいです。速攻で充電もできるし、こんだけ の出力もあるし、まあ、キャンプ、車中泊、あと家にね1台あったら、こう震災の時とかに、ね、かなり便利じゃないかなと思います。しかもなんかアプリとコネクションもできるらしいですよ。そんなんなかったですよ、僕らの時2年前ね。すごい革命力です、ポータブル電源ってな感じで、まあね、今回はブルエティさんが提供してくれたということで紹介させてもらいました。ということで、僕のお荷物、こっちの方が興味ないと思うんですけどね、ちょっと紹介していきたいなと思います。まずはですね、このカバンでございます。下田バッグなんですけど、いや、これがですね、革命でございます。いや、これができてからなんかもう旅がなんか楽になった。うん、それぐらいすごいんですけど、それを皆さんなんでこの下田バッグがいいのかっていうのね、説明したいなと思います。まずですね、この上についてるのがこうレインカバーですね。これレインカバーなんですけど、もう普段から僕ずっとつけてます。それはなぜかというとセキュリティ面もあるし、まあインドとかね、バングラデシュとか、あの辺ものすごい埃なんですよ。で、埃がすごすぎて、これなしやったらもうカバンがすぐぐちゃぐちゃにもう汚になってしまうっていう感じなんで、まあこれは汚れてもええかなって感じなんで、常に僕はつけてます。プラスですね、これつけておくことによると、よって、どこにですね、チャックがあって、どこから上げるのかっていうのはなかなかわからないんで、まあセキュリティ面も入れてのこれを常につけてるっていう感じですかね。で、まずこれを開けます。開けるとですね、こっち側に三脚入れるところがあります。僕はですね、ピークデザインのカーボンの方を使ってます。で、なんでピークデザインなんかっていうと、三脚選ぶポイントとしては、やっぱり軽いのと、やっぱり何百グラムっていうのでも、こう登山とかになってくると、だいぶ違うんで、しかもピークデザインはですね、ものすごい簡単に設置できるんで、これすぐ取らなっていう、そういうのがあるんで、もうすぐ設置できるやつ。っていうのの中でベストが僕の中ではピークデザインなんで、ピークデザインの三脚をここに置いてます。こう前に行くとですね、ここに2つポケットがあって、チャックもついてるんで、こうやってね安全にしまえるって感じですかね。で、こう携帯ね、こういう感じでマップ見ながら充電しながら OK、 これ左か右かみたいな感じでもできるんで、すごいこの2つのポケットには僕は助けられてます。で、ここにですね、ピークデザインのカメラフックするのがあって、まあ撮影してる時は基本カメラずっとアウトなんで、で、撮影しててカメラ使わない時はここに、カメラをかけてですね、シチュエーションが来た時パッと取り出せるようにここに置いてます。こんな感じで締めれるんで、もう登山とか行ってもかなりね、ここにかかる負担が軽減されるっていう感じです。まあそんな感じの外側ですね、下田のバッグ。このね、ポケット一つ一つに鍵つけれるっていうのがすごいいいです。機材が多くなるとかなり重たくなるんで、まあ、ほんまはこうやって前に背負ったら一番安全なんですけど、迷いに背負えないシチュエーションとかもあるんで、まあ、そういう時とかも鍵閉めて、で、鍵の上にこのレインコートを被せてみたいな感じですかね。うん。まあ、その影響なのかはわからないですけど、まだ今まで僕はこう、盗難とかそういうのに鍵が出て、まあ、19の時とかやから、11年とかになりますけど、その時は下田バッグ持ってなかったですけど、一回も盗難にまだ合ってません。で、一番前のポケットはですね、こんな感じで、モンベルのライトですね。これはもうね、旅中、僕の旅のスタイルやからかな、絶対いります。
もうなんかバジャーを置いた時もそうやし、トナカイ行った時もそうやし、ほぼ僕が行くようなところってもう電気がないようなところなんで、これは必需品です。で、これはですね、モバイルバッテリーとか USB で充電できて、しかも防水なんで、これは常にこの前にポケットに置いております。で、この二つ目のポケットにはですね、ここですね、皆さん見てください。こんな感じですね。ちっちゃい収納もありの奥深い、ポケットもあるんで、まずここにはですね、バッテリー系を入れてます。メインカメラのバッテリーも、これもですね、ものすごいすぐなくなったり、入れ替えたりしないといけないんで、一番簡単にアクセスできるところに僕はいつも置いてます。で、こっちはですね、SD カード。SD カードも僕今 4K とかで撮ったりしてるんで、すぐ容量がいっぱいになったりするんで、すぐ入れ替えれるようにっていう感じで、ここに、SD カードを入れてます。こっち側には、ケーブル系ですね。とっさに充電しなあかんとかいう時のためのケーブル系とか、カメラで使ってるフィルター系もよく入れ替えたりするんで、そういうのをここに置いてます。奥深いからね、すごい入りやすい。で、こっちにはですね、モバイルバッテリーが入ってます。このモバイルバッテリーがですね、このアンカーさんの今使わせてもらってるんですけど、ものすごいいいです。これなぜいいのかというと、携帯4回、5回充電できるんと、今使ってるメインカメラも充電できる。プラス、一番いいのがこうやっぱ急速充電。携帯4回、5回充電できるような、容量の、電力をですね、1時間で充電できるっていうので、ちょっと時間あるけど、ちょっとモバイルバッテリーとかなんか充電できんかなっていう時に、やっぱ急速充電っていうのはほんま便利ですね。いつも4点セットがこの2つ目の、バッグの中に、ポケットの中に入ってます。で、この3つ目ですね。3つ目はですね、結構僕入れ替えてます。いろんなもん入れ替えてます。その撮影のシチュエーションによって入れ替えてるんですけど、まあ今はですね、こんな感じで GoPro が入ってます。GoPro Hero 11を使ってます。まあこれはもうほぼサブとかで、例えば馬乗ってる時とか、大きいカメラ持てないんで、そういう時とかに使ったり、あと水の中とか、そういった系に、GoPro Hero 11を使ってます。でもちょっと GoPro の僕一番嫌いなところは、ちょっと音がですね、僕あんまり好きじゃないですよね。多分昔僕が使ってた時は、ものすごい音悪かったんですけど、その音の改善のために僕はいつも DJI のこのマイクを使ってます。まあマイクはですね、僕2つ持ってて、撮影のシチュエーションによって変えてるんですけど、まあ GoPro にはいつもこの DJI のマイク使ったり、カメラから離れる時とかは、こういう DJI のポケットマイクっていうのを使ってます。そのなんせちっちゃいんで、やっぱり旅するとなったら、軽量でちっちゃく、もうできるだけ行きたいっていう感じなんで、これがミニ三脚ですね。今はピークデザインの三脚を使ってるんですけど、僕はその大きい三脚をほぼ使わないです。使うのはほとんどこっちですかね。この三脚で、メインカメラここに引っ掛けて、こういう感じで自撮りしたり、反対向けたりみたいな感じの、撮影スタイルが多いですね。あと、入れてるのはカメラの掃除道具ですかね。こんなシュポシュポとか、ほうきみたいなやつ。で、四つ目はもうここはもう固定です。僕いつも。ここは、これですね。外付けのハードドライブです。やっぱり撮影してた僕 4K で撮影したりするんで、かなりの容量になるんで、5 t の外付けハードディスクをここに入れてます。まあ、これもですね、まあ、スーツケースに入れてもボンボンボンとかね、壊れてしまって、データが飛んでしまうって、まあ僕一貫なところないんですけど、それを恐れて常に、このカバンの中に入れてます。はい。で、もう一つあるのが、この、なんていうんですかね、ポーチですかね。これはいつも大抵腰に巻くんですけど、今はこんなんか入れてるんですけど、大抵僕ね、な動画見てもらったと分かると思うんですけど、これともう一つ、二つ僕持ってて、入れ分けてます。まあ、取られてもいいって言ったらあれなんですけど、なんか、例えばね、急に、ほら、金出せみたいな感じで、掘られた時は、この前のポケットのもんを出して、この後ろの、この袋の中に隠れると思うのはセーフみたいな。で、この中にパスポート入ってたり、まあちょっと大事なもんって言うときますか、その大事なもんを入れてます。いや、これもし動画見られとったら次からお前、外のもんはええんや、中のもん出せとか言われそうやと。まあそんな感じで、まあ二つ僕は分けてます。はい。で、次ですね。はい。このメインですね。ここのメインに、何が入ってるでしょうか。これがね、めちゃくちゃ便利なんですけど、大抵こうカバンって僕が今まで持ってきたやつっていうのは、上に、チャックがあって、上からこのカバンの底をですね、探るっていうのがですね、そういうスタイルのカバンだったんですけど、それめちゃくちゃめんどくさいです。旅しててこうね、いろいろ歩いて、そういうカバンをですね、地面に下ろせるようなところもないし、すぐ取り出せるっていうのがもう、ものすごい重要なんで、まあ、このここ開くことによって、簡単に取り出せます。こんな感じで、大抵ね、こう、下、
地面につかへんっていう時はこう座ってこの膝の上でこれを置いてガサッと開けてみたいな感じですかね。こうガサッと開けると、まあ、ここにはですね僕 MacBook の16インチ、これ16インチもちょっと大きいね。やっぱりでも編集したりするにはこれぐらいの容量がいるっていうことで僕の中では、大きいですけど、ちょっと重たいですけど16インチの MacBook Pro がここに入ってます。はい、こんな感じで入れれて、でこっち側ですね、こっち側はカメラですね。こんな感じでカメラが入ってます。まあ一個一個説明しますか。まず僕が持ってるのはソニーの 24mm105mm の F4 のレンズを持ってます。でもう一つが 20mmF1.5 のレンズも持ってます。で今使ってるレンズが、カメラね、撮影してるレンズが 16mm35mmF4 っていう、レンズを使ってます。まあ、この3つのですね、まあ、シチュエーション、そのレンズによって仕事があるんで、レンズによって、そのシチュエーションによってレンズを使い分けてるっていう感じですかね。で、本体はですね、ソニー α7S3 っていうのを使ってます。まあ、これら全部はですね、もう4年かけてコツコツお金貯めては買ったりみたいな感じで、ようやく今欲しかった、ものがあるって感じですかね。まあ、でも、その旅される方で、カメラ、今僕が使っているようなソニー α7S3 とかレンズ3つ持ち歩いてっていうのはもうほんまにおすすめしません。それなぜかというとめちゃくちゃ重たいし、で、iPhone とか GoPro とかでもめちゃめちゃ画質いいし、マイクつけたらもう全然音量、なんですかね、音の質もいいですし、なんでこんな重たいのを僕持ってるんやろうってもう思うときはただただあります。なんで、もう今のね、iPhone とか GoPro とかでも十分画質いいんで、もう旅したいな、どんなカメラ買おうって思ってる人おれば、まずそのやっぱ iPhone とか GoPro とかの方がもう全くいいと思います。でも僕はですね、映像がめちゃめちゃ好きで、その旅も好きですけど、この映像がめちゃめちゃ好きなんで、4年 GoPro とかいろんなカメラで撮ってきて、いや、こういう映像が撮りたいなとかめちゃめちゃ頭の中にあって、それをするにはやっぱ僕の中ではこのレンズとかね、今使ってる本体が必要なんで、まあ持ち歩いてるっていう感じなんですけど、おすすめしないです。めちゃくちゃ重たいです。まあとりあえず2本と今使ってる本体と、レンズが1つあるんと、まあマイクも1つ使ってるんですけど、マイクは僕2つあって、さっき見せた DJI のマイクと、あともう1つソニーの EM10 っていうやつが今、撮影で使ってるマイクなんですけど、それをいつも持ち歩いてます。で、あとは照明ですね。暗い時で撮ったりする時は使うんですけど、ほとんど使わないですけど、まあ一応照明も入れてます。その次にあるのがこれ iPhone ですね。これはですね、ドローン用の iPhone なんですけど、ドローンさっき見せますか。僕がいつも持ち歩いてるのは Mavic 2 Pro です。これもですね、皆さんおすすめしないです。なぜかというと重たいです。もうめちゃくちゃ重たいしでかいし、やっぱ旅するんであれば、僕はこう Mavic Mini とかね、もっと軽いのをおすすめするんですけど、僕はこれでしか撮れない映像があるんで持ち歩いてるだけなんで、ほんまなんかそれだけでこんなに物が重たくなっちゃって、いつもしんどい思いをしてるっていう感じです。あとコントローラーですね。まあこのコントローラーで差し込んで、まあ普通の僕が持ってる携帯で使ってもいいんですけど、めちゃめちゃめんどくさいです。なぜかというと急に誰かから電話、ドローン飛行中に電話入ってきたり、バッテリーが向こうなくなってもたりみたいな感じなんで、僕は分けてます。で、やっぱりね、やっぱり僕らなんか1週間とか充電できない時とかもあるんで、バッテリーがですね2つあります。これも重たいですよ。もうどんどん自分を茨の道へね、突っ込んでるような気がして仕方がないんですけど、で、これらのものはですね、まあ、13キロから15キロあるんです。で、それをですね、毎日担いで、いろんなとこ行ってるんですけど、まあ、基本僕海外行った時はホテルは信用してないんで、なんぼいいロックがあっても、もう取られたら自己責任なんで、こいつらからは24時間、7 days も常に一緒のものたちでございます。まあでもね、その中14キロ、15キロある、このカバンはですね、飛行機乗るときは持っていけないことが多いです。ということで、まあここで、やっと、この2つ目のカバンがある理由が皆さんシェアできるかなと思うんですけど、荷物を分けたいっていうね、いらんものはこっちに入れて、で、いるものをこっちに入れたりとかね、こう振り分けできるっていうのが僕の旅のスタイルでかなり重要なんで、バッグとこのスーツケースを持ち歩いてるって感じです。はい、続きまして、このスーツケースですね。これね、ほんま何も入ってないです。はい、こんな感じで
まあこっち側はですね、左側はまあ基本ですね、服とか入れてるんですけど、もう服もですね、僕ほとんど入ってないです。洗濯しても早く乾くの、しかも軽量プラス黒目の色。もう白を持って行って何回も失敗しました。白を持って行って1日目になんかちょっと汚くなって、もう洗濯しても取れへんような汚れみたいなのがついて、その T シャツはおじゃんになったりね、した苦い経験があるんで、もう基本暗い系の色しか使わないです。んで結構僕海パンとかめちゃめちゃ入れてもめちゃめちゃ便利なんですよ。すぐ乾くし軽いしということで、海パンとかよく持って行ったりします。ダウンも僕1個だけです。このユニクロで売ってるウルトラライトダウン、モンゴル行った時とかやっぱ寒かったんで、それは必須なんで、これが1個あったり、これはカッパですね。これカッパもね、いらないようでいります。やっぱりすぐ雨降ってきたりするんで、向こうの天気ってね、カッパはもう必需品です。あとあるんはこれですね、これタコ足めちゃめちゃ便利です。結構バックパッカーとか行ってたら電源の取り合いなんで1個だけ貸させてもらって、あと全部僕充電できるという、やっぱりドローンもあるしカメラ本体もあるし、一個しかその刺すところがなかったら、みんなにこれシェアしちゃって、これ使ってえな、一緒に使おうな、みたいな、ここでも充電できるから使って、みたいな感じで、自分も充電しながら、相手も充電させるっていうことができるんで、このタコ足は僕絶対、旅行ってる時は持ち歩いてます。これね、めっちゃ使います。この防水バッグですね。バジャオ行った時とかやったら、もう船なんで、船浸水することもあるんで、これにカメラ絶対濡れてはいけないものを入れたりして、いろんな旅に出てますね。だからこれ結構使います。で、まあ見てもらって分かるんですけど、もうほとんど入ってません。それはなぜかというと、こっちのメインの方と入れ替えたりもするし、なんかもうほんま旅の経験上、出発の時より絶対荷物を増えるという感じなんで、もう出発の時はもうほんまなんかスカスカな状態で行きます。で、こっちにはですね、なんていうんですか、これもまたカメラのやつですね。なんかあんまり使わないカメラ、グッズみたいな。ドローンの羽の、なんですかね、予備であったりとかですね、予備品をこっちに入れて、これもまた大きいんで、かさばるんですよね。で、あとあるのが、これもまたカメラです。こんなでかいの。まあ、GoPro でね、このマウント、これもね、一回も使ってないんでね、ここに巻いたりするやつとか、あとこれはね、よく使います。なんていうんですか、車で吸盤みたいなやつで刺して、GoPro 乗せてカメラの、運転シーン撮ったりするのに使うのとか、が入ってます。で、あと僕があるのが、コーヒーですね。コーヒーだけはやっぱ美味しいの飲みたいんで、現地で買ったコーヒーをですね、こんな感じで、フィルター通して飲むって感じですかね。これはいつも持ち歩いてます。キャンピングカーの時もそうやし、旅してる時も持ち歩いてます。あとね、僕がもうよく持っていってるのは大量の歯ブラシ。歯ブラシいつもめちゃめちゃ持っていってるんですけど、なぜかというと、海外の歯ブラシも合わないんですよ、僕。ものすごい僕、口がちっちゃいんで、海外の歯ブラシってもうごっついね、もう、どでかいね。ほんまに歯洗うんか、綺麗にするんかいうぐらい、多分向こうの人歯もごっついやろね。僕は日本の、歯ブラシをめちゃめちゃ容器持って行っています。あ、あとなんか、よく いつも入れてるのは、あれどこ行った？アップルタグっていうのを入れてるんですよ。それアップル、このちっちゃいね、アップルタグっていうのをこの、中に1個入れてます。それはなぜかというと、空港で僕のスーツケースどこ行ってもたみたいなの全然出てこへんやんみたいな時とかに、なんか全然違うところに送られてたりしたこともあるんで、アップルタグがあればどこにあるのかっていうのすぐわかるんで、アップルタグをこの中に入れてますね。あともう1個、これもあります。これはですね、カメラのバッテリーとかを充電するケーブル系をガッサーまとめて入れてます。よく使うケーブルはこっち側、あまり使わないケーブルはこっち側に入れてるって感じですかね。はい。まあ、スーツケース自体もですね、これ安いやつです。あれ、これどこで買ったっけな、バングラデシュか、じゃあバングラデシュじゃないな。どこあったっけあれ。マレーシア、インドネシアか。インドネシアで購入したやつなんですけど、まあ、高いのは皆さんおすすめしません。まあ、行くところによると思うんですけど、まあ、インドとかバングラデシュ、あとインドネシアとか、ものすごい埃まみれになってて、傷まみれになっとったり、一回びっくりしたのが、インドか、インドで、バス乗って降りてったら、この辺バキンってめちゃめちゃへっこんどみたいな、もうバスとかもポイ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 多分投げようやと思うんですよ。そんなに傷つかない、程度の値段のスーツケースを僕はいつも持ち歩いてます。はい、てな感じで今回はですね、まあ個人的な荷物をですね紹介しました。まあ今回の旅ですね、今見せた感じは帰ってきた時の荷物の状態であって、次の旅ではですねちょっと改善したいなってところもあります。それが一つは
下田バッグね、もうめちゃめちゃ快適なんですけど、さすがに15キロずっとこれはきついなと、もう7ヶ月これでだいぶ体力奪われたんで、それでも映像こだわりたい、映像こだわりたいとか映像が好きっていう人はいいんじゃないかなと思うんですけど、旅の持ち物っていうのは一回行ってまた帰ってきてまたこういう風に変えたいでコロ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 変わっていくんですけど、今現段階の僕の旅のスタイルはこんな感じでございます。まあこれからまた変わっていったらですね、皆さんにも新たにですねシェアできたらなと思うんで楽しみにしとってください。ということで、まあ1ヶ月ちょっと休暇とちょっと仕事してゆっくりしますんで、よう食べて、よう超えて、で力つけてまた海外をですね皆さんにシェアできたらなと思うんで、まあ海外だけじゃなくて日本もちょっと動画撮るかもしれないんですけど、まあ、世界の一部を皆さんにシェアできたらなと思うんで楽しみにしとってください。まあ、動画がいいなと思ったらチャンネル登録のほどもよろしくお願いします。ということで皆さん、アディオス。日本からです。アディオス。